松並優衣です。さあ今日はもう飲みに行きましょう。届いてるよ。いい感じだね。いい感じだね。体重はバッチリだね。私は追い込み馬が好きだね。豪快にグワーって上がってくるのがたまらない。体重はバッチリだね。嬉しいか？はい、何です？今週はレースがあるよ。ちょっと聞いてよ。いい感じだね。体重はバッチリだね。はい、何です？はい、何です？一番人気。ただいまより投票受付を開始します。
桜も見頃の仁川で行われる春の中距離王決定戦であります。さあ飛び出した12頭、まずまずのスタートかと思います。先頭に立つのは何か。アドバイアジャパンが先手を取りました。その外にシルクネクサス、その後ろでやりましょうか。カンターベスト、そのうちに2番マーブルチーズ、8番カンパニー、それからローデンクロイツ、アサカディフィート、ほとんど馬体が合っています。6番カタノアラベスク、そしてそのうちにシルクフェイマス、外から1頭マッキーマックス、鈴鹿マンボ、しんがりから7番ローマンエンパイアでやります。もう一度先頭から紹介しましょう。これが先頭、3番アドワイアジャパンであります。この辺りちょっと離れている9番カンファーベスト、内から1頭5番シルクネクサス、そしてその後ろからマーブルチーフ、それからカンパニー、外を通って11番ローデンクロイツ、それからもう1頭12番アサカディフィート、その内からはシルクフェイマス。ここにいました。圧倒的な支持を受けた大本命カタノアラベスクでやります。その外マッキーマックス、差が開いて1番鈴鹿マンボ、そしてその外にローマンエンパイア、依然先頭アドワイアジャパンであります。さあ問題は直線、問題は直線356メートルであります。先頭行く赤い帽子はアドマイヤジャパン、間から6番パタノアラベスク、ムチが飛んだ、シートパタノアラベスク、パタノアラベスクが2番手、アドマイヤジャパン先頭、パタノアラベスクが襲いかかる、捉えるか、パタノアラベスク1着、パタノアラベスク末足爆発、まるで疾風のごとき走りです。しました。よっしゃ来た。いい感じだね。はい、何です？私は追い込み馬が好きだね。豪快にグワーって上がってくるのがたまんないね。ねえねえ、
クエスト達成、やったね。ねえねえ、